大中富頼元は、平安時代中期の貴族、家人、貧乏城、大中富佑道の子。家には、十四位下、神儀大福、十六家善の一人。延長元年神儀少有に任ぜられると、神儀賢、大助、神儀賢商福と神儀官の官任を歴任する。一方、天行二年には、伊勢神宮採取を兼ね、天行四年中五位下に助赦。その後、 天行8年15以上、仁義大福、天行9年生5位下と昇進し、天略5年14位下に至る。天徳2年即挙一説では、天略10年即挙で去年73とする。最終官位は、祭り主従4位下行人義大福。大中富氏は、代々祭祀を司る家系であるが、同じく36河川の一人で、 なしつぼの五人にも数えられる子息の吉信を、はじめとして、安内か、伊勢大輔へと連なる大中富士における歌人の祖となる。歌上皇の信任が厚く、大井川行行和歌や、低信歌合わせへの参加のほか、病部歌、画家などへ、進めした歌が多く残されている。周囲は歌集以下の直線は歌集に十種に集。歌集に、よりもと集がある。中期のないものは、 三十六人化宣伝による。よりもとのこの吉信が、まだ若かった頃、厚み新農家のこの日に参上して、千歳まで限れる松も今日よりは君に惹かれてよろずだいや、へむというめでたい歌を詠んだ。人々はこの歌を称賛したけれども、それを聞いた父よりもとは、そばにあった枕を手に取り、吉信を強く打った。そして、もし天皇のこの日に召し出されたら、一体これ以上の、 どんな祝い歌を読むつもりなんだ。この愚か者めと言っていましめ、宮廷歌人としての心得を示したという。ありがとうございます。